出たかー、うわまた出た、うわ鳴った、これは嬉しい、よっしゃ、くった、よっしゃモンスターが出た、関東のマックスサイズじゃないですか、よしまった1匹目たービローラで2匹目、よっしゃもう1回、はいビローラで3匹目、おお食った、もうはいビローラ4匹目、ちょっといいサイズ、よし食った、はい5匹目くんね、身の音、おお来た来た、はい6匹目来ましたよ、おっしゃ、はい、7匹目、7匹目が4日からすっ飛んできたぜ、おい元気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 、おお走る、ほっありがとうさん、はい7匹目ビローラを気持ちよく吸い込んでくれました、小ぶりなんだけどね、もうすごい引いてくれる、口の横にかかってますね、はいビローラとトズラのいい引きしてくれたバツくんありがとう、だいぶね釣ってもう穴が開いてるんですが、肉厚も腹側に針の位置変えて、まだまだあのクリアに今水質がなってきてるから、近寄るとねなんか結構見える距離にまで寄っちゃうとね食わせづらくなるんで、ね、P ラインとかあとは細糸でちょっと透明から放ってやる、おお風が当たっていい感じ、ビローラチャレンジ、ああついてるか、くったーダメだったー湧いてくるな、バスがねなんだろう、あんまり同じとこにこだわらないで、新しいとこ新しいとこ打っていくと新鮮なフレッシュなバスが湧いてくれる、たったかたったか流してあげた方がいいかもしれないですね、ああここの岬というか島で、ひょうたん島で10匹いかねえから、食った、8匹目8匹目8匹目、ちょっと小ぶりな8本目のビローラフィッシュ、あれやべえビローラ飛んだ、あーやべえ取りに行かないと、その前にこいつを逃がしてあげて、はい8匹目もこの島で来ましたよ、じゃあありがとうさん、センキュー、で、で、あ、いたいた、ビローラがぶっ飛ばされたんで急いで回収に向かいます、この手の中空ハームの釣りのいいところはあーってちぎれて飛ばされても回収できるからね、あ、いた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 、分かりづらいんですがこんな感じで、あー浮いてた浮いてた浮いてた、はいビローラこれをまた付け直してやっていきます、
はい、ビローラ回収成功。ちょっと距離を取って、ほんで、水面に誘い出してやる、こんな釣りをやってみております。さっきなぁ、いたんだよなぁ、出だし見てたら、なんか餌探してる風の景色がじーっとしたバスが、ちょっと近寄りすぎちゃったんで、島一周回って、ほんでね、もう一回こっち側に来たんですが、うーん、 P ラインだとこの飛んでいいな。これ確かなんかデュエルの比較的安くて、ほんでなんか 0.15 とかまであるタイプのやつの 0.45 だったと思うんですが、去年ね、虫で使って結構デカバスがかかってもスムーズにファイトできたのとあって、で今日使って、久しぶりに使ってみてるんですけど、もうね、ちょっとナイロンとかだと、あとフロロとかだと届かないかなっていう。でもこれ以上近寄るとバスに見えちゃうよなっていう絶妙な距離感が保てて打ててるんで、すごい気持ちよく、なんかベイトの気配が。あとエンジンのね、ハブ君のスペルバウンドコアの6号2分の1ウルトラライトスラッシュ L の ST って、まあなんか長い名前の竿なんですけど、この手のピクピクを細い糸で遠くにアプローチして、でソリッドティップで繊細に波紋を出し続ける使い方に、すんごい使いやすい、やっぱこの釣りあの人得意だからね、そういう人ががっちり開発して作ってるからいい竿ですね。これを今やってる釣りをグラスのスピニングでやろうとするとちょっと大味なピクピクになっちゃうんだよな。少しデカめのワームでね、反応させていく場合はいいんですけど、この例えばビローラとかライクとかホローベリーとか3インチとか 2.5 インチとか、その手の繊細なワーム操るのだと、こういうライトロッドの方がやりやすいのかなと。ただね、すごい大きめのサイズかかるやつが全部40アップあるよなんていう時はちょっとね、ファイトに時間かかっちゃうし、そんな時はシマノのグラス竿なんかで P ラインだとすごい勝負が早いで楽ちんに魚をいっぱい釣ることができます。風が止んだからピクりやすいね。でも風が当たってる時の方が食ったのかな、やっぱ。ないものねだりになっちゃうけどね、風がないとピクりやすいんですが、魚が浮いてこなくなった。風がある方が見きんないね。完全になんかじっと見ちゃってね、
9匹目が釣れない。いやー9匹目が遠いな。早弁したのにもうお腹が空いてきた。いやまだ何も食べてない。もう12時ぐらいまでは我慢しとこうかな。あーちっちゃいな。9匹目。ちび。あービル、あー飛んだ。よいしょ。はい、9匹目来てくれましたよ。横にかかっている。ありがとう。わあいた、バスいた。おー食った。よっしゃ10匹目。よっしゃ10匹目は、おお元気。相変わらずの、おちょっとサイズアップ。いやーいい引き、ありがとう。うん、回復系ですね。よいしょ。ほっ、おほっ、おっとっとっと。ほい、おーサイズちょっとアップ。うん、ビローラ10匹目釣れたぜ。こんな感じでビローラで10匹目ね、アベレージサイズ30あるなしだけど、いやーよう釣れる。ゴールデンウィークのまあ中日だけどね、こんな感じでピクピク泳がしてるとチュパッと吸い込んでくれます。綺麗なね、トズラッパラバスビローラで10匹目。はい、じゃあ逃がします。よいしょ。これね、後でやりますけど、ちょっとずっと同じのでやってても、こんなそこら中切れてね、ちょっと修理しなきゃって感じだけどね、これのまあちょっと大丈夫そうなところにこう差し直して無限ループでね釣れておりますよ。でラインは PE ラインで、竿はね去年買ったスペルバウンドコアってエンジンの竿で、 SCS652/1 ウルトラライトスラッシュ L の ST ってやつに、シマノのコンプレックスでデュエルのP ライン、これでねどこまで伸ばせるかやってみたいと思います。はい、じゃあ10匹目を記念して引き続き釣っていきます。まあ今日の肝はちょっと P ラインの細番手を導入したところかな。これでね、大きなのが混じればいいんだけど、ちょっとほんと産卵と関係ない岸際の小バスたちに遊んでもらってるって。ああまた食った。よーし、ああ。はい、よいしょ。11匹目。ありがとう。よいしょ。
ちょっと揉み込まれたけど、はい、11匹目、はい、11匹目のつづらっぱなビローラバス君、これだ、ビローラ回収隊、いいね、釣れて浮いてます。コストパフォーマンスが高いねって、いなくなった、痛い痛い痛い、はいはい、帰ってきました。はい、というわけで帰ってきました、ディスタイルのビローラ、ねえ、なんとか運よくですね、一泊買うことができて、早速トズラッパラダムに持って行ってみたんですけども、まあ何にしても、まあ釣り場がいいっていうのは第一にもちろんあると思うんですけども、今までバサーには、一切、解放されていなくて、10年、そしてついに去年解禁して、今年初のハイシーズン突入っていうことで、ものすごい数が釣れてるんですよね。まあそんなところにこんな釣れ線ワーム持っていったらどうなっちゃうのかなと思って試したところ、まあもう、バスが次から次に釣れてくれたっていうことで、早速ですねちょっと見ていきたいんですけども、6匹入りなんですけどね、今1匹スモラバのトレーラーで出張中なんですけど、まだね1個もなくならないんですけど、一番はね、コストパフォーマンスに優れているなっていうのも、あのボートで釣りをするとですね、浮いてるんで回収しに行けるんですよね。だからまだ結構魚も釣ってるんだけども、一匹もいなくなっていない。まあここの一匹は、スモラバのトレーラーで今ですねタックルについたまんまになってるんですけども、で開けていきまして、今回ね使ったのがこれだな、このね一本のビローラなんですけども、この後修理したらまた使えちゃうなっていうところと、で何回もね付け直し付け直しで使っていたんですが、だからこんな感じ、わかるかなね、ピクピクなんで、こう針をねちょうどセンターに合わせてつけるんで、まあそれもね結構ファジーな感じでもね、あのピクピクしてくれるとこだったら、まあどっちでもいいのかなっていう感じで、何回もね、まあ釣れてちぎれたりするとこんな感じになって、あと背中側がダメになってきたら、さらに今度腹側ねえ、腹側もこんな感じで何箇所かこう釣れた時に裂けちゃったりしたんですけども、まだ大丈夫ねえ、いっぱい釣ったんだけど、こんな感じで結構、一見健康な状態に見える。まあここら辺はちょっとそうですね、接着したり、まあちょっと溶かしたりして、また空気が入らないように直せば浮かしても使えると思うんですけど、まあこうなってきたらね、これをスモラバのトレーラーにして使っちゃえばいいんじゃないかななんていう風に思ってるんで、あとはジグヘッドつけてミドストとか、あとキャロライナリグの具にしたりとか、まあこの状態でも全然使えると思うんですけどね。というわけで今スポーニングをだいぶ落ち着いてですね、徐々に先発隊の元気なバスたちはもう浮いてくれているっていうことで、そういった浮いたバスをですね、この弱ったワカサギだよみたいなイメージで真ん中にちょんがけして、でピク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 させるっていう、この釣りで誘ってくるっていうのがですね、結構釣りやすいんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、久しぶりにちょっと細番手のですね、あれ 0.45 とかなんですけども、確かデュエルの糸だったと思うんですけども、PE ラインでマス張り直結で、そんでもって、このビローラをつけて、まあ竿もね、エンジンのハブ君のとこのスペルバウンドコアのソリッドティップで、すごいこういう小さなやつを遠くに飛ばすのに優れているって、そういった竿を使っていたんですけども、非常に使いやすくてですね、快適にピクピクできたな。あれが結構穂先がね、張りのある竿っていうか、まあ、一本パキーンと筋が通ったような竿だとなかなか楽にピクピクさせるのが、大変なんですけども、ソリッドティップの竿で、でこういった小型の、ね、ワームをつけてピク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 させるっていう、こういった釣りでずっと使っておりました。で目ね、
やっぱりね、この手の中で一番これ丈夫な作りになってるんじゃないかな。小さいながらですね、こう目があって、その上からさらにワームを溶かして、なんだろう、コーティングしてるっていう感じですかね。結構いっぱい魚釣ったんですけども、まだまだ全然目もなくならないしね。こんな感じでね、回収することもできたしっていうことで、非常に一袋買って大切に使っていけばですね、しばらく使えるなっていうことで、なかなかいいワームじゃないかななんていうふうに思います。何にしろバスがね、その他にも結構何種類かその表層系のワームっていうのを実は試したんですけども、一番反応が良かったのはこのビローラだったのかななんていう感じで、で亀山ダムでもちょっと試したんですけどね、亀山ダムのバスなんかはもうちょっとしてからよく反応するようになると思うんですが、今のところね、このビローラをねピクピクで投げてみてもですね、なんかもう小さいバスも、擦れ切っていてですね、ブイってしちゃうんですね。あ、どうせルアーでしょみたいな反応したんですが、まあトズラッパラダムに関してはですね、まだまだバスも素直なんで、すごい反応してくれたなぁなんていうことで、今後ね、あとちょっと三島湖なんかもまたちょっとピクピクシーズンに行きたいなぁなんて思ってるんで、その他のトップルアーと合わせてですね、この、ビローラも、使っていこうかなぁなんていう、まあそれまでちょっとここね、熱線とかでちょっと溶かして、修理して、ちょっとね、数もね限られてるんで、いろいろな釣り方で試してみたいなということで、とりあえず今回は一番、トップウォーターでシュパッてこう出る瞬間が見えるから大好きなですね、ピクピクの釣りね、これでビローラを使ってみたところ、ものすごいよく釣れてくれましたという、ただね、これやってればもうほんのすごい数いくんだろうなっていう気配もあったんですけども、ちょっとね、違う釣りも試したいななんていうことで、中盤からはこういったトップウォーターの釣りを始めて、で最終的にはですね、ギルフラットにしてちょっとデカバスも釣ることができたよなんていう感じなんですけども、本当いよいよハイシーズンですね。ちょっと自分の好みの釣り方で、釣れるなんていうのがこれから梅雨の時期、あと雨なんかが入ったりしたら本当よくね、いろんなルアーにブラックバス反応してくれますんでね、いよいよハイシーズン突入ということで、さらにですね、買い溜めた冬の間にですね、いろいろなルアー、いろいろなタックル、こういったところで、釣りを進めていきたいと思います。というわけで、本日の釣りコー TV はこの、買ったばかりのですね、ビローラをこう入れ食いのトズラッパラダムに持っていったら本当に入れ食いになっちゃったって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。